なんか違うな。これ横向きにしてほしいな。ゲレンデの床。寒そう。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ、またしてもお仕事をやっていきます。ひなちゃん、何かあれば言ってちょうだいね。お仕事します。あ、もう少し働いてく？オッケー。じゃあ、頑張ってね。ってことで、まあ、表におるのはね、前回と同じ子たちなんだけども。どうしよっかなー。ちょ、一旦ぐるっと島回ってみていい？充実してきとるかな。あ、ほら、座っとる座っとる。いいやん。いいね。今ちょっとうとうとしよったのにね。で、あ、この辺飛んで、あ、いいね、いいね、なんか。なんかすごいジャングルみたい。で、このさ、こっちの方にね、おるのが見えたんやけど、あ、ここおったわ。びっくりした。え、なに、中入りなよ。めちゃくちゃ怪しいんだけど。怪しすぎるんだけど。あら、ゆのさん、何かご用かしら。うん。いえ、大丈夫です。はい。あら、そうなの？私に入りなんていらないのよ。また何かあったら声をかけてちょうだいね。これさ、この島におる子たちもさ、普通に雑談ができるようになったらいいと思わん？ねえ、なんか必ずそのリフォームやり直しましょうかみたいな。なんか提案ごとしかないやん。そりゃなんかな。あれ？なんかこの子増えた？ダンボールの家具を揃えてワイルドに暮らしてみたいな。ダンボールの家具。ワイルドなんかそれ。ワイルドの概念がちょっとよくわからんねえけど。そういうの？一人おらんくなったけん一人追加されたってことか。あ、待って。これ見とこーっと。違う違う。これを拾ったラッキーな君へ。昨日島の中をお散歩しながら DIY の材料を集めてたら素敵なレシピを思いついたんだ。誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。よかったら君も作ってみてね。職人のリッキーより。光ゴケのスツール。知ってたー。くそ。海を見ると懐かしい気持ちに。SF っぽいテーマ。なんか並び順も変わったね。映画を撮りで撮影所っぽいところ。雪遊びができる別荘。ダンボール家具。お米料理。どうしようかしら。撮影所っぽい感じって前誰かもせんかったっけ。撮影所ではなかったんか。よし、雪遊びができる別荘にしようか。うんうん。今はプライベートで来てるからサインはごめんね。あれ、あんた別荘コーディネーターやってる人？アイドルでしたか。スーパー隊、今別荘もしたい気分超マックスって感じなんだよね。ぜひお聞かせください。きゃー、嬉しい。じゃあ早速お願いしようかな。ってひょ、任せん社員、よろしくお願いします。具体的ベストな別荘はこんなイメージなんだけど。雪に囲まれた暮らし、小雪様。ふんふんふん。なるほどです。素敵なイメージですね。ではあいなちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。どんな感じかな。雪に囲まれた。でも雪やけんさ、やっぱ、メインは外になるよね。中は、ま、ログハウスとか山小屋みたいなイメージ。ただ私、山登りもしたことないし、そういう、なんていうん、ウィンタースポーツ系もさ、アイススケートしたことあるぐらいなんよね。スキーもしたことないし。まず雪が積もらんけんさ、こっち。雪合戦も人生で一回しかしたことないし、雪だるまなんか一回も作ったことないし、どんな感じなんか全くわからんよね。でもなんか広々と使えそうなこの辺にしよっか。ここにします。素敵！いいじゃん、いいじゃん！早く直接見たい！ってひょ。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？え、どうしよう。値的にどっちもありなんだよね。ねえ、どっちがいいと思う？ってひょ。かわいい。上目遣い。一階建てにして、まあ、中をその山小屋的な感じにして、外をちょっと遊ぶ感じにしよう。うんうん。やっぱそうだよね。じゃあ、一階建てにしちゃおうかなってひょ。
まだ店を覗いているエルフィーがそこに見えるんだが。では小雪様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。あれ、レストランかなんかやろ。確実に怪しいやん。アイナちゃん、小雪様を現地にご案内してね。了解です。早速外に置くものが2つ。キャー、いい感じのスポットじゃん。ここにあたいの別荘ができるのか、超楽しみ。てひょ、それじゃアイナさん、よろしくお願いします。てひょ、雪に囲まれた暮らし、さあやっていきますか。とりあえずちょっと開けよう。なるほどね、この像2つ欲しいしまったしまった、この像2つ欲しいなってちょっと思ったんやけど、この辺にこの辺に、どうしよう、こういう感じにしよっか。こういう感じの像さ、あのあれに出てきてなかった、神様の言う通りめっちゃデスゲームやけど超デスゲームやけど、氷の椅子、寒い。でも家の中にこういうの現実的じゃないけんさ、もう外にこういう感じの作ろうかな。氷のパーテーション、パーテーションで囲もうや。若干あのさ、ドラクエビルダーズみたいな感じでとりあえずこう囲めば家みたいな。あ、これ横にするの無理か。これ横いもう一列行くことも無理か。なるほどね。じゃ、こっちに、そのなんか、ね、別で、建物みたいな感じで作るわ。よいしょ。ちょっと離れみたいな感じでね。こう作って、しまって、雪だるまこっちに置いとくね。んで、扉とかもあればいいんやけどな。でもこれいい感じに横くっついてくれるんよね、隙間なく。いや、このあの縦と横を組み合わせた、ここはちょっと隙間あるけどまあ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 、それはね、そこはちょっと若干は気にせず。あ、ここ入らんのか。ここ入らん。でも向こう側入っとることない。あ、こういう感じか。あ、そうかそうか、そういうことね。こうか。でもここが入り口として、いいよいいよ。で、この中に、あ、氷のアーチ、この氷のアーチを、どうしよう、どれぐらい幅、あー、でも微妙やな。絶対出っ張るんかこっち向きにしたら、でもそんな変わらんな。そんな変わらんわ。それやったら外向きに出っ張った方がまあいいか。こうして、んで、まあ柱はいらんかな。あ、奥にちょっと置いとこ、2本ぐらい。この辺に。あとなんかあの、飾りとして。あ、手前に置こっかな。なんかちょっと、神殿っぽい感じ。あ、まあ、手前っていうかあれやんね。周り囲もっか。これも結構、いい感じの感覚で置けるんやね。いい感じっていうか、逆に、もうちょっと隙間あった方がいいかもしれん。ちょっと圧迫感あるかな。この辺に。なんか圧迫感あるかも。なんか嫌かな。ちょっと待って。ち、正面から見よう。めちゃくちゃ圧迫感あるやん。やば。待って。まあ、若干減らそうか。手前だけで、手前と奥だけでいっかな。手前と奥だけにして、でもこの手前も、もうちょい、このぐらいの感覚でいっか。
こんな感じ。まあ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 、こういう。あ、まあこれぐらいのゆるい感じでいいかな。じゃあ、これぐらいの感じだったら、ちょっと横も置いとこうかな。2本ぐらいか。ここと、ここ。はい、オッケー。あ、で、ここもいらんか、別に。よし。んで、氷のカウンター、テーブル、椅子、どれぐらい？とりあえず2つ置いといて、んで、ベッド。よし。あ、まずベッドやろ。もうちょい真ん中にしたいんやけどな。いかんのか。手前にテーブル置いて、これ椅子置けんのやないん？置ける？こっち側に椅子、いや、置けるか？いや、置けんわ。え、待って。で、ちょっと端っこ、もうちょい端っこに寄せて、やっぱいけんな。んで、こう。はい、こういう感じで置いといて、ベッドね。で、これカウンター。置ける場所がないんすけど。待って、カウンター。邪魔やな。邪魔やな。いいや、この辺適当に置いとこう。よっと。まあ、奥別に一人で座っとったんでいっか。いや。いいや、あそこはもうなんかお酒作るだけみたいな感じにしとこう。あれがお酒なんかどうかは知らんけど。これで。あ、かわいい、かわいい、よき。さあ、じゃあ入りまーす。これは何？あ、なるほどね。スキー板。ということで、まず、ちょっと壁紙を。雪の降る壁。雪の降る壁でいいんじゃない？前回もそうやったんやけどさ。え、めっちゃ良くない？モノクロドット。スノーフレーク。結局、雪の降る壁かな。クールなペイントフローリング。なんか違うな。これ横向きにしてほしいな。ゲレンデの床。寒そう。雲の上。流氷の床。うわ。違うね、やっぱり。ちょっと待って、床板で。でも山小屋的なイメージにするけん、土足ってことにしよう。ライトのパーケットフローリング。で、家具が、どうしようかな。暖炉。薪ストーブにしよっか。薪ストーブ。で、入り口近くにソリ置いとこ。なんこれ？山。焚き火。待って。薪。ほんで、これ何？セントラルヒーティング。あ、壁掛けってこと？ほう。なんこれ？蓄光ウォールステッカー。へぇー。あ、で、中の、丸太のダイニングテーブル。丸太のベッド。ブルシオロングソファーにしよっかな。こんな感じで。え、ベッドでか。ベッドめっちゃでか。これ入り口近く。入り口近くに、このなんかね、アクティビティ系のやつ置いとこや。んで、これね、丸太。ちょ、待って、邪魔やな。丸太じゃない、薪。
あ、これ椅子。ちょい待ってね。ベッド邪魔やねん。邪魔っていうか、ベッドだいぶでかいねん。え、待って。テーブルこう。こういう感じ。キッチキチやん。まあ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 、でも。でもね、まあいいけど。それで、丸太の飾り棚。飾り棚。うんうん。んで、あとなんかちょっと細かい感じの。スノーグローブ。で、犬のぬいぐるみ。犬。ベージュレッド。レモンホワイト。かわいい。スポット、ブラック、トライカラー。あ、かわいいやん。グレー、ホワイト、ピンク。トライカラー、これにしよう。セントバーナードって感じやね。この辺でさ、餌食べようや、餌。ペットのご飯。ブルー、オレンジ、レッド、グリーン。ピンク、グリーンで。待って、めっちゃお預けされとる。おこうで、あ、そうで、テーブルの上は放浪のランプ。アイボリーのラウンドマット、あったかそう。ちょい待って、のね、天井。で、ここにポット。おしゃれおしゃれ、おしゃれ。いいよ、いいよ。で、そうそう、上に置くものね。ホットミルクとかさ。どこや？この辺か。マグカップ。パンも置いとこう。パン。いいね。あ、なんかハイジみたいなさ、あの丸い白いパンにチーズみたいな、ああいうのめっちゃ憧れるんやけど、よくない？実際美味しいしね。パンにチーズ。よき！よし、こうするわ。オッケー。まあ、でもメインは外かな。写真撮るのは。はい、オッケーでーす。こんな感じで。調子はどう？いい感じ？でひょ。完成しました。どうでしょう。キャッホー、待ってました。でひょ。イエーイ。なんか外のあそこね、全然屋根とかないけど、まあドラクエビルダーズ的な感じと思ってもらえれば。囲ったら家やけん。ですか？なんか今検索しよったこんな感じです。でもいいんじゃない？よきよき。大丈夫？へそ出し寒くない？あー、いいいいいい。今日はマジでありがとうね。ニューコユキハウスの撮影会でも開いちゃいたい気分。えへへ、明暗でしょ。てひょ、今日は帰りますね。オッケー、じゃあ今日はこの辺で。アイナさんならいつでもウェルカムだから、またね、デヒョウ。じゃあね。ただいま帰りました。アイナちゃん、お疲れ様。はい、今回のお給料1万5000ポキよ。あざす。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ、ゆっくり休んでね。ふぅ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、もう結構な人数こなしてきたけど、でもまだこの島の中で使われてない建物ってあるよね。え、あるよね。ってことはまだ、なんか何かしらイベントが起こって、建物が増える、建物、施設が増えるはずなんやけど、それは一体いつになるんだろうか。